それでは、後半始めたいと思います。スライドといたしましては、35からになります。少しこちらからは分析の内容になりますので、省略しながらやりたいと思います。でこの、情報化ですね、 AI も含めて情報化、それから、社会システムとして組織コミットメント、この2つで考えていこうと、あとパフォーマンスの関係を考えていこうということでございます。で、36ですけども、一人一人のどのぐらいこうコンピューターを使っていくかということをこう測っているという、そういうあの内容になっております。で、組織コミットメントについては、これはあの組織行動論ですね、経営の分野で、よくと申しますかあるんですけども、これはの具体的なスケールがございまして、3種類ですね。情動的なコミュニティ、滞留的、規範的という、こういう、この3種類のコミットメント、がございます。そして、この個人と組織の関係はこの3つからなるということですね。これはかなりあの、研究が進んでおりまして、定評があると思いますか、かなり信頼性、妥当性があると言われているわけでございますが、非常に簡単に分かるんですね。この18の質問がありまして、6つずつの18の質問がございまして、それに答えると、例えば会社と皆さんとの関係はどうなのかっていうのが分かってくるっていう、そういうことでございます。一つはどのぐらい情動的コミットメント、どのぐらい、会社を気に入っているんですか、愛してますかということですね。それから2つ目は滞留的、これはどのぐらいあの経済的とかですね、損得感情でどのぐらいつながっているかっていう、それから3番目は規範的、どういう規範性、道徳とか恩義とかですね、とにかくコミットすべきじゃないかっていう、日本的なコミットメントとも言われてますが、そういう規範性でつながっているかどうか、この3種類で、人々と組織との関係性は、計算できるという、そういう考えがございまして、それで、やっているということですね。40ページですね。こういうタイプロジーで考えると、場合分けしてですね、タイプ分けしているわけでございますけれども、そうすると2つの変数で考えるということですから、4つに分けられるということになりまして、組織メンバーは4つに分けられる、情報化 AI をたくさん使っている人が右側ですね、あまり使ってない人が左側で、コミットメントが低い人と高い人ということですので4つに分けられるんですね。で、こういうふうに4つタイプ分けできるということがございます。それぞれのメンバーの特徴も大体こういうことっていうことなんですけども、で表されるということですね。いやいや技術的な分析なんですけども、42からですね、ということで、いろいろ調査票ですね、アンケートを取って軽量分析をして、確かめていくっていう、そういうことをやっております。でちょっと具体的には省略してまいりたい。で、あのコンピューター関連企業ですね、お世話になった会社も含めての営業の方に答えていただいているんですけども、ということでございますね。スライド54ですね、こちらがあのコミットメントのスケールなわけでございますが、例えばですね、この6つ
を答えると分かるっていう。一つ質問1ですね。これでアフェクティブコミットメントが出るんですけども、仕事、私の仕事生活の残りを今の会社で過ごせればとても幸せだという質問に対して、全く当てはまるだったら7点とやりまして、全く当てはまらないだったら1点で、1点から7点で計算していって、1から7ですね。で、それぞれ答えていって平均点を出していくっていうなんですけども、まあそういうことで、だから最高で1点、1点ですね、平均点ですから最高で7点なんですけども、まあそういうことで、情動的コミットメント、アフェクティコミットが出るってことですね。で、同様ですけども、CC っていうですね、コンティニアンスコミットメントっていうんですけども、その滞留的なコミットメントもこういう質問項目で、6つの項目で出てくる。それからノーマティブコミットメント、基本的コミットメントもこの6つで答えてくると出てくるんですね。で、この3次元の組織コミットメントで、人々と組織との関係性が分かるっていうことなんですけども、まあこれを使っていろいろパフォーマンスですね、貢献度、まあ、営業成績とかいろいろ測って回答してもらってやっているということで、ございます。で、60ページ以降がその計量分析の結果なんですけども、ちょっとこれは、まあ62でございますが、まずアフェクティブコミットメントですね、情動的コミットメントはパフォーマンスと関係性があるんですね。だけど、滞留的なコミットメントとパフォーマンスはあまりむしろ負の関係で、ノーマティブコミットメント、基本的コミットメントと組織貢献度の関係は優位じゃないっていう、まあ、そういう結論になっております。で、それいろいろ、これ相関係数表なんですけどもやっております。で、あと重回帰分析ですね、こちらもやっておりますが、ちょっと省略したいと思います。で、次に、コミットメントの水準で、この、まあ、IT、情報化と貢献度のパフォーマンスの関係はどうなのかということを見たいということで、まあ、発見事実としては、まあ、情動的コミットですね、愛着があれば、情報化が役立つんですけども、愛着がないと情報化はかえってマイナスだっていうことですね。これを考えるということで、具体的には、まあ、超検定、超テストっていうですね、計量経済学の中級レベルの技術を使ってやっているんですけども、それは、こちらが情動的コミットメントの水準でございまして、約というか3.7で、この、重回帰分析の式の関係性が変わってくるっていう、具体的には重回帰分析のパラメーターがこう変わるっていう、構造変化するっていう結論に達しまして、そうするとこう2つ式が出てくるということで、3.7未満の情報化貢献度コミットメントの関係と3.7以上ですねの関係では違う。具体的にはこの情報化指数のところを見ていただきますと、3.7未満だったらマイナスに働いていくということでございまして、つまり IT 化を、情報化を進めれば進めるほどかえってマイナスだっていうことがございます。それから、だけれども愛着があれば AI とか情報化を進めた方がこうプラスに働いていくっていうんですね。いうことで、まあ、二面性を証明していくっていうことになっております。で、71で言うと、情報化がこう横軸が情報化の低い高いですね。情報化とパフォーマンスで、コミットメントが高ければこうプラスに働いていくんですけど、低いとこうマイナスに働くっていう、そういう計測結果が出ております。で、まあ、なぜそういうことが起きるかと、いろいろ
インタビューもやっていまして、コミットメントが低いと73にありますように、AI オタクの人がいるんですね。それから業務外でいろんなことをやったりいう可能危険性が出てくるんですね。ですから、情報化による活動が、会社とかの価値になっていないんじゃないか、という、そういうインタビューデータがございます。ということでございまして、だんだんまとめていきますと、発見事実をまとめていくと76ですね。で、一つは、AI が潜在能力を発揮できるとは限らない。人間次第で、組織コミットメントが必要だと言います。ですので、コミットメントが高ければプラスなんだけれども、コミットメントが低いとパフォーマンス情報化が役立たないということなんですね。いろいろこのコミットしている人は継続的な学習、先ほどダブルループラーニングと申し上げましたけれども、継続的な学習を行う、だからパフォーマンス高くなるんですけども、組織と距離が離れてしまう。具体的に言うとアフェクティブコミットメントが低いと AI を活かせないから、AI はもろ刃の刃と、二面的な性格がありますということがございます。ということでございまして、コミットしていないと、余計なことをやってしまう可能性もあるし、参加意識を保つのが難しいから、やっぱりコミットメントですね。オルトンという人のおっしゃっている、仕事が抽象化するからコミットメントが必要だっていうのと関係、先ほど少し見た先行研究と関係しております。この単なる自動化だったら、組織デザインは、ですね、従属方式でいいんですけども、情報化という側面が加わるとコミットメント方式が整合的だっていう、そういう、それもウォルトの先行研究にもあるということでございます。ということで、AI 時代だからこそ安定的な人のネットワークが必要で、維持することが大事だ。ということで、コミットメント方式の組織デザインと整合的である。だから組織と AI が互いに強化し合うということがございます。インプリケーションとしていろいろ考えておりますが、ですね、こちらちょっと省略したいと思います。いや、推論的な面もですけども、ということで、先ほどの、IMVP の、関係性と似てるというか、援用すると、情報化とコミットメントがありまして、両方高い人ですね。I って情報化、C はコミットメント。両方高いと一番パフォーマンス高いんですね。次に、コミットメントが高い人。で、情報化はそれほどでもないっていう人のが高くて、で、両方低い人ですね。これが3番目で、むしろ一番低いのが、いろいろ情報化はしてるんだけど、コミットメントが低いグループ。ということで、こちら右方向ベクトルというのは世の中の流れなんですけども、コミットメントが高ければ、プラスに働くんですけど、こちらはかえってマイナスだっていう、そういうことを申し上げたかったわけでございます。ということで、では、マネジメントとしてどう考えるか、ということなんですけども、AI の展開とか、とマネジメントは、バラバラに考えるのではなくて、結びつけて考える。ということで、コミットメントを引き出すにはどうしたらいいか。で、これがですね、これコミットメントの研究であることなんですけども、公平性とかですね、それから、適切な報酬とかですね、こういうものがコミットメント
と関わっているっていうのは、従来研究でございますので、こういうことに注意すると、いうことで、AI を導入するにあたっては、インセンティブは関係なくじゃなく、インセンティブなど社会システムに配慮しないといけないと、いうことで、AI を導入するプロセスでも、いろんなこう、役割とか参加を重視する、ということが改めて必要であると、いうふうに言えるわけでございます。で次に、AI と日本企業はどうなるかということで、ございますけれども、一つの見方として、グローバル企業に一極集中化するんじゃないか、これはよく言われることでございまして、まあ、例えば Google とか Apple とか Amazon とか Facebook とかですね、IBM でも Microsoft でもそういう特定の企業の、まあ、Google 翻訳とかもそうなんですけども、グローバル企業に一極集中化するんじゃないか、まあ、そういう見方もございますね。ですけれども、いろんな日本の企業環境を考えますと、まず高齢化が進んでますね。それから人口が減少していると、それからまあ移民が少ないですね、日本は。ということで、こう AI の必要性が非常に高いわけでございますね。人手不足も長期的に見ると、かなりいいございます。それから、今までのこうインターネットビジネスとかですね、あまりそういうセンスと AI は結構違いますし、英語の必要性、日本人、私も含めて英語の必要性、そんなに得意ではないっていうのがございますが、の必要性も高くはないわけでございますね。それから AI っていうのは、自動車とかロボットとか農業とかですね、一定のニーズ、そこにあるものですね、を自動化していくという側面が強い。だから、日本のいわゆるコミットメント思考、長期的にこう集団的にですね、長期的な視野に立って知識を蓄積して、組織全体として効率を上げていこうとかですね、そういう一言で言うと、コミットメント思考と整合的であると、いうことで、日本の本来の組織特性、つまり高コミットメント思考なんですけども、と AI の、カルチャーと申します。先ほどの整合性を見ると、むしろ整合的であると言えると、いうことがありますので、ですので、逆に言うなら、日本本来の組織の良さとかですね、そういうものを忘れてはいけないということがございます。それでは品川区域、地域についても考えたいんですけども、品川地域でもですね、少子高齢化とかですね、人手不足、これは日本全体で言えることですけども、進んでいるわけです。ですから AI の必要性が高いですね。それから機械とか電気とか商業化、いろいろ、AI は人間のディープラーニングでございますので、人間の認識について、やっていこうという、そういう産業が立地していて、かつ IT 企業が立地している、ということで、いわゆるものづくりの匠の技っていうのは、人間の画像認識に、頼ることが多いんですね。ですので、AI の画像認識によって、この地域の技術を、自動化してですね、他の地域とか、あるいは海外に売っていくっていう、そうパッケージ化できる可能性、チャンスが増えているということでございますね。ということで、品川の地域はですね、非常に AI に合っているチャンスがあるわけでございますね。AI の基礎力っていうのは、ある程度のちょっと線形代数とかですね、
数学的な知識とかソフトウェアの使い方とか、いう割とこう地道な作業と、ことで習得可能な内容なわけでございまして、それほどですね、難しいというかですね、わけではないわけですね。ですから、人材育成ということで、始めることは決して、難しいわけではないわけでございまして、まずこういうことをやっていく必要があるということですね。ということで、皆様の日々のですね、生活とかこう学習にかかって、いるっていうことで、特に品川地域で、可能性が高いんですけれども、皆様の、行動とか考えとか日々の活動、お仕事に関わっているということで、ございました。それでは何かこうご質問とかございますか？で、何かございましたらいつでもというか、80何、この E メールがございますので、お気軽にお問い合わせいただければいい。で、参考文献をちょっとお付けしてなかったので、こちらに請求していただければ、参考文献もお付けして、お送りしたいというふうに思っております。では、本日の私からのお話は終わりたいと思います。大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。